はい、皆さんこんにちは。白木果樹園園主白木浩二でございます。今日はですね、こちらの広いハウス1200坪のハウスへやってまいりました。今日はですね、いろんな柑橘類、ありますが、そのうちにまた一つ、まあレモンも何種類かあるんですが、そのうちのメジャーなレモンと言われているリスボンレモン、レモンのレモンと言われている、まあ、これが、まあ、一般的なレモンで、お尻がピーッとこう出たやつがレモンなんですね。これ非常に国内でも、ね、2、3年前から人気が出まして、なかなかうちでもお客様から問い合わせがあってですね、去年はもうすぐ売り切れちゃったりして、誠に申し訳なかったっていうところなんですけど、今だんだん増やしております。ちょっとまだね、これ幼木で落ち着いてなくって、あんまりなってないんですけど、多分来年にはこの何倍にもなってくるかなと思います。こっちから向こうまでずっとレモンの通りなんで、結構これレモンが増えるかなと思っております。その際には、たっぷりと、お届けしたいと思いますので、ぜひともご注文いただけたらありがたいなと思います。今日はね、そういうことでレモンの紹介をいたしました。はい。